皆さんまとめにかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今回はこのときなの新しいマクロレンズ、ときなフィリン 100mmF2.8FE マクロを使ってバラの花を撮影してきました。バラの花は比較的大きな花ですので、必ずしもこのフィリンの 100mm マクロの等倍マクロ、つまりセンサーサイズの範囲しか映らないというところまで拡大して使うといったことはないのですが、やはり 100mm であるということとボケの美しさといったところを使ってバラの花を撮ろうということをやってきました。今回撮らせていただいたのは流山オープンガーデンということで、個人宅のあのバラの花を公開されているというところを撮らせていただいたので、三脚を立てず手持ちでということになりましたが、やはりあのこのマクロレンズを使うということで、普段はもうこれ私マニュアルフォーカスで使うんですけども、距離がまあ割と変わったりするとマニュアルフォーカスで全てやるとなかなか面倒くさいなということになるかもしれないので、私自身はこういう使い方してますね。ここにある AF、MF のボタン、親指で押すと一時的に AF が働きますから、大雑把に AF で合わせて、で、まあ、バラの花となるとしべが見えないということの方が多いので、中心部にある花びらをピントが合うようにマニュアルフォーカスでピントを追い込むという形で撮影をしていきました。ここのシーンでは白いバラと黄色いバラがあるということで、白いバラを前ボケ、極端にレンズに近づけてボケを作って奥に黄色いバラを置くという形でも撮影をしてみました。オートフォーカスですとどちらに合わせるかはカメラ側判断できないということで迷うことがあるかもしれませんけども、オートフォーカスで合わせたいところに大体合わせておいてマニュアルフォーカスで追い詰めるということにすると、このように前ボケを作って見せたいところにきっちりピントを合わせるといった表現ができますね。最短撮影距離まで近づかなければ高倍率ズームでもある程度寄れるじゃないかという考え方もあるかもしれません。まあ現にあの28200とかそういったフルサイズの高倍率ズームであれば最短撮影距離50センチぐらいのものもありますよね。まあそういったもので100ミリクラスにして使うというやり方もあるかもしれませんけども、 F 値がこのマクロレンズとは違います。フィリン 100mmF2.8FE マクロということで開放 F 値 F2.8 です。 F2.8 とでこのレンズで F4.5 に絞っても撮ってみましたけども、やはりボケの大きさの表現変わってくるわけですよね。F2.8 のレンズは F4.5 でも撮影することができますが、高倍率ズームで F4.5 とか 5.6 といったレンズは F2.8 にして撮影することはできません。ボケの大きさやボケの綺麗さを求めるという意味では、このフィリンの 100mm 使う意味が大いにあると思います。あとこのフィリンの 100mm の大きなポイント、ボケの綺麗さということで、まあ、この繰り出し式のフォーカス構造を採用してインナーフォーカスにしてないということもあるんですけども、非球面レンズを使わずに従来型の球面レンズのみでレンズ構成をしているといったところもポイントなんですね。その結果ボケの綺麗さが違います。実験写真としてもこれ季節終わりかかってるわけですが、菜の花と、川の表面に太陽が反射したボケというので構成した写真をお見せしたいんですが、一つはこのフィリン 100mm で撮ったもの、ボケ部分を拡大すると滑らかな丸いボケになっているということがわかります。もう一枚は他のレンズで撮ったものなんですが、非球面レンズを入れて構成しているレンズで撮ったものです。非球面レンズの場合は非球面レンズを作る金型の関係でどうしてもボケの部分に模様が入る、まあ、これ金型の模様ということらしいんですけども、ことがありますね。このフィリンの 100mm は非球面レンズを使っていないから滑らかなボケの表現ができるということで、ボケにこだわる方、玉ボケにこだわりたい方もぜひこのフィリンの 100mm マクロレンズご検討ください。